こんにちは、こんばんは。カートレスタジオの亀田です。今日はですね、女性のための動画になります。今回ご紹介することは、美脚のためにですね、しっかり足のももの前、そしてふくらはぎ、膝の裏などをね、伸ばすことができるストレッチの紹介をします。女性のね、美脚を作るためには必ずストレッチは欠かせないものです。ですが、どのストレッチをするのか迷うところがあると思います。ですが、今回ね、紹介するストレッチ、とってもやりやすくって効果的なんで、真似しながらですね、ぜひやってもらえたらと思います。いきましょう。まずこのような体勢を取りましょう。右膝を下につけて、左足は前に曲げます。90度ですね。そしたら手は膝の上に置きましょう。この状態でですね、体を前後に動かします。前に動かした時に、しっかり膝をついているももの前側を伸ばします。今度はお尻を後ろに下げた時にですね、つま先をしっかり上げて前かがみになりましょう。で、今度はふくらはぎとももの裏ですね、伸ばしていきます。また今度前に伸びましょう。そしたら今度は後ろに下がります。前、後ろ、前、後ろ。この時ですね、しっかり、つま先はしっかり上向けましょう。このつま先を上に向ければ向けるほど、ふくらはぎが伸びます。しっかり前かがみ、しっかり前かがみですね。こういう感じで1、2、3。この反対もやってみましょう。左膝をついて、右足は前に出します。で、手は膝の上ですね。そしたらしっかり前に体重を乗せます。で、今度は前側を伸ばしますよ。1、2、3、4、5、6。この時にですね、膝が曲がらないように手でですね、しっかり膝を押さえて前かがみになりましょう。お疲れ様でした。今みたいにね、ももの前、そしてふくらはぎ、膝の裏、ももの裏、これをね、同時にね、伸ばすことができるんで、とても簡単なストレッチです。寝っ転がってね、足広げてやるストレッチとかはちょっとね、痛かったりして力が入ってしまうんで、なかなかね、伸ばすのが難しいと思います。でもこれなんかはね、とっても簡単にできるんで、毎日お風呂上がり、そして運動の後ですね、体が温まっている時にストレッチをしてもらったらですね、しっかり伸びますんで、でね、しっかり伸ばして寝るとですね、翌朝ですね、むくみが取れたりするんでね、皆さん毎日しっかりストレッチをして、美脚を目指しましょう。ご視聴ありがとうございました。